エレイン・シェーファーは、アメリカ合衆国出身の女性フルート奏者、ペンシルバニア州アルトゥーナの生まれ、カー,アーティス音楽院で、ウィリアム・キンケイドに支持した。キンケイドは、レオポルド・ストコフスキーに、フィラデルフィア管弦楽団の首席奏者に指名されて、以来40シーズンその地位に泊まり、アメリカフルート界のグランドファーザーと称された人物である。キンケイドは、シェーファーの ラジオアイドルであったが、18歳のシェーファーが彼に手紙を出すと、すぐ返事が来て、シェーファーは、キンケイドのオーディションを受け、デ子入ーが叶った。二度目のレッスンの際、カーティソン学院の奨学金が与えられることとなった。キンケイドは1967年、亡くなる少し前に、自身のパウエル星、プラチナフルートをシェーファーに与え、 この弟子の類まれなる才能に対する敬意を示そうとした。シェーファーの夫であった指揮者、エフレム・クルツが1980年代、ナショナルフルート協会のニュースレターで語ったところでは、キンケ景度が最初の師匠であって、それまでシェーファーは独学でフルートを学んでいた。また、高校時代、学校のオーケストラではティンパニを演奏していた。1947年、 クルツの務めるカンザスシティフィルハーモニー還元楽団の第二フルート奏者に就いた。翌1948年、クルツがカンザスからヒューストン公共楽団の音楽監督に移るのに伴って、シェーファーもヒューストンの首席フルート奏者に転出したが、1953年からこのオーケストラを離れて独奏者として活動するようになった。1955年には、 前妻と離婚したクルツと結婚した。1956年、エルネスト・ブロッホから、モーダル組曲を検定されている。ブロッホ以外にも、シェーファーは、バイオリニスト、指揮者のユーディメニューイン、その妹で、ピアニストのヘプシバメニューイン、画家、版画家のマルクシャガール、危機神学、弁償方神学のカール・バルト、詩人、小説家のヘルマン・ヘッセといった多彩な、 世界的文化人たちと親しかった。1959年 EMI に録音したモーツァルトのフルート協奏曲第1番は批評家たちから絶賛された。アーロン・コープランドのフルートとピアノのための二重奏曲はシェーファーの恩師金継度の追慕のために作られた曲であるが、シェーファーは金継度から譲り受けた。 プラチナフルートでこの曲を1971年に初演した。1973年1月、タイム氏はシェファーの波外れた才能を絶賛する記事を載せた。このようなキャリアの絶頂期のさなか、同年2月にロンドンで肺がんのため式をした。亡くなる2ヶ月前、コープランドの二重奏曲を作曲者自身のピアノ伴奏で録音し、 この音源はソニーから2000年に再発売されている。シェーファーの妹ビバリー・シェーファーガストは、数百通もの姉の書簡を所有し、2011年に、エンジェル・イン・ブラック、エイム・シカル・ライフ・イン・レターズ、1925から1973という著書を交換した。そこでは、完全に男社会の当時のクラシック音楽界で、 女性音楽家がキャリアを築き上げるのにいかに困難が多かったか。例えば彼女の母校、カーティスの教授でもあった、来識者、フリッツ・ライナーからは、オーディションの後で、君は女性だから雇わないと言われたことなどが、シェイファーの膨大な書簡を通じて記されているという、 バイオグラフィー en id, p,。ウィリアムキンケイド。ABG、HTTP、コ WW、W。n t i que、flat、es。com スラッシュプロ php、ID イコー en。ln シェイファーおよび en。ウィリアムキンケイド。なお、このキンケイドのプラチナフルートが、世界最初のプラチナフルートである。 h t t p w w w p o w e l l j a p a n c o m スラッシュアバウ t スラッシュヒストリー .php よび http://flutesalon.com スラッシュセレク t スラッシュマテリアル .html 参照 abcden ln シェイハーハット abcd http www.allmusic.com アーティストエレンシェイファー MN0001652209 http www.amazon.com エンジェルインブラックムシカル -1925 から 1973dp 1億4269万 7485x ありがとうございます